今回はですね、大阪新世界にあるビデオ試写室、ミナイトさんに、宿泊してきました。ナイトプランで1700円でしたね。場所としてはですね、大阪の新世界にでっかいマルハンがあるやないですか。2階にドン・キホーテが乗っかってるやつね。あれの、堺筋沿いを、難波の方に歩いていくと、道一本隔ててですね、デイリーヤマザキ、コンビニのデイリーヤマザキのお店があるんです。まあ、これ絵で見てもらった方が分かりやすいと思うんですけど、ですね、堺筋沿いにでっかい大隅アパートがあるじゃないですか。その大隅アパートを、道路隔てて、蓮向かいのところにデイリーヤマザキがあるんですけど、あれデイリーヤマザキ出てこない。いや、そのコスチュームの、大人のコスチュームの店はどうでもいいって、これね、デイリーヤマザキがありますよと。その2階部分が、今回行ったビデオ試写室のミナイトになってるんですね。ビデオだよ、全員集合650円っていつの時代やねんでね、ドリフかよっていう。まあ、650円と書かれてますが、これね、多分古い時代の、看板をそのまま使ってるんで、650円と書かれてるだけで、現在は1時間700円になってますね。ほんでですね、ご覧の通り、デイリーヤマザキの上にお店が乗っかってるわけなんですけど、新世界の市街地への入り口のっていうのを示すために、この門がありますよね。新世界ってアルファベットで書いた電飾の門がありますから、これも目印になると思うんですけど、まあ、ミナイトの方の入り口は建物の裏側に回ってもらって、この階段を登ったところがそうなんですけど、ここにですね、というか、ミナイトっていうのはね、ミーヒンとアカンデっていうミナイトっていうのと、騎士のライトをかけてるわけなんですよね。騎士がどこから出てくるんやって話なんですけど、まあ、料金用、さっき見てもらった通り、1時間が700円であったり、まあ、昼間のフルギプランが1600円で、ほんで私が利用した、ナイトプランは、1700円ですわ。ですね、週末、つまり、ですね、金曜、土曜になると1900円にちょっと値上がりしてしまうんですけどね。で、このナイトプランっていうのが、ここの目玉で、ですね、夜の21時から翌日の昼の11時まで、宿泊することができて、利用料金が1700円ですから、だから、14時間いることができるんですよ。だからもうはっきり言って、1700円で14時間ってことは、1時間で割ったら、大体1時間120円ぐらいで、宿泊してることになるわけで、めちゃくちゃ安いじゃないですか。で、これトイレなんですけど、残念ながら建物自体がちょっと古びた感じなので、トイレも古びてますね。だから床とか壁がどう見ても古いなって感じなんですけど、一応掃除はしてありますね。そんな、ホテルのめっちゃ綺麗な、トイレを期待するとそこまでじゃないですけど、まあまあ一応、そうですね、居酒屋のトイレみたいなノリでいいんちゃいます。居酒屋とか牛丼屋のトイレみたいに、まあまあ一応定期的に掃除はしてますよって感じで、まあ、もちろん、実用上は何の問題もないです。大でしたわ。でですね、これ部屋の中なんですけど、ね、値段的にめちゃめちゃ安いから、部屋がめちゃめちゃ狭かったりするのかなと思ったんですけど、全然そんなことはなくて、むしろちょっと広い目ですよね。リクライニングシートの部屋と、私がこの利用した、なんですかね、フラットシートの部屋があって、ですね、フラットシートはそうですね、十分な大きさがありますから、身長がね、180センチの人やろうが、190センチの人やろうが、十分寝っ転がれると思います。でね、フラットシートのマット自体も、ですね、全然髪の毛が落ちてたり、なんか変なドロッとしたものがこびりついてたりとかね、そういうこともない、食べこぼしがあったりとか、そういうこともね、ちゃんと一応掃除されてるみたいです。で、ほんでね、エアコンがありますから、自分で好きなように温度調整もできますし、コンセントもいっぱいあるんで、スマホとかね、タブレットとか何でも、スピーディーに、充電することもできると思いますわ。でですね、机の上にはパソコンと、ほんで DVD を見るためのモニターがついてて、まあ、パソコンの方もまあ特別高性能っていうこともないですから、ですね、そんな 3D ゲームとかやるのはちょっとしんどいかもしれませんけど、YouTube を見たりね、普通のウェブサイトを見るぐらいなら特に問題はなかったですね。で、ただね、残念なことにここは、
Wi-Fi は、フリー Wi-Fi はないみたいですね。だからスマホはちょっとね、自分のパケット使って、やらなあかんので、その辺はちょっとあれなんですけど。でですね、こっちは、これはもちろんビデオボックスですから、ビデオをね、借りなあかんので、借りなあかんっていうか、借りれることができて、1回につき5枚借りれるんですけど、ですね、24時間カウンターに、おっちゃんがいるんで、ですね、5本見終わってもう飽きたなってなったら、またね、夜中であってもそれ5本返したら新しい5本を借りることができますし、でですね、そのエッチなビデオ、まあエッチなビデオっていうのははっきり言って、その何ですかね、1本か2本見てすることしたら、もうその後は別に見ないじゃないですか。普通そんなもんすることした後に見たって虚しくなるだけじゃないですか。だからね、長時間滞在用の客を想定してるっていうことでしょうけど、普通のビデオ、エッチじゃない普通のビデオも結構充実してますわ。ハリウッドの映画とか、まあ V シネマとか人気者の映画とか、そのワンピースとかね、進撃の巨人とか、そういう、まあジブリのアニメみたいな、まあとりあえずみんなが見たいなと思いそうなやつは大抵ね、揃ってるから、まあ退屈せずに過ごせると思いますわ。ですね、ちょっと取り忘れたんですけど、一応シャワーの施設もあって、そこも無料で使用することができますからね、ほんま泊まりには最適な感じやと思いますわ。ただね、ちょっと良くないなと思った点を付け加えますと、壁がやっぱりちょっと薄い目なんでしょうね。私は道路沿いの部屋に入ってたんですけど、ほんだらね、外で車が走ったりバイクが通ってるのがちょっと聞こえてしまいますわ。別に夜やからそんな交通量も少ないですし、出れへんってことはないんですけど、ちょっとその辺音はしますし、あとね、隣のおっちゃんのあれなんでしょうけど、別におっちゃんの喘ぎ声が聞かれるわけじゃないですけど、隣でね、なんか知らんけど、そのビデオを結構大音量でやってたんでしょうね。ほんだらやっぱりちょっとね、隣のビデオの音が聞こえるなっていう感じなんで、やっぱりちょっと壁は薄い目っぽいですわ。ただね、ちょっと良くないなと思うのはその辺ぐらいで、あとはですね、まあちょっとフリー Wi-Fi 使えへんのもどうかと思うけど、まあ、とにかくですね、低料金で、翌日の11時までのんびりできるっていうのはありがたいじゃないですか。いい感じだと思いますわ。ほんじゃまた。